はい、今日はボンドボディに来てます。テックアートの992の続きをお伝えしたいと思います。で、一応部品、車全部ボディに入庫して、今準備している状態です。こんな状態です。はい、で、アロパーツはそれぞれ、これ今足付けでサンディングしてある状態ですよね。そうですね。はい、がもうされてます。で、サイドと、これサイドスカートですね。サイドスカートは、上側と下側の2ピースのパーツになってます。はい、こんな感じです。で、フロントがこんな感じです。この3ピースでしたっけ？3ピース。はい、あ、これ真ん中の、あ、こういう感じなんですね。真ん中と、はい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 、こんな感じで3ピースので、塗り分けもできるっていう感じです。はい、あとリアと、リアはこのディフューザーのフィンが全部それぞれ別のパーツになってるみたいです。で、それぞれの塗り分けもできますし、この中の部分だけ色を変えたりっていうのもできます。で、あとはあれですよね、塗装前にこうサンディングと、まあ、テックアートといえど工業製品なんで、まあ、こういったバリとか巣穴が、まあ、多少はどうしてもあるんで、一応その辺なんかを再整形して、はいはい、塗装の工程に入ってるって感じですよね。はい、はい、なんでその辺で言うんでしょう。で、ちょっとこれからこれ、あのエアロをちょっと車に合わせてみたいと思います。で、そのダックスピードに、あれ、怒ってた？これ粘着力全然ないぞ。建築予算この1個にして、はい、まあ、今はつけないけど、はい、1個に指定のちょっとテープで止めれないかもね。まあ、じゃあ忘れるだけで、うん、こんな感じ。結構バッチリですよ。テックアウト、まあ、そこそこ、そこそこいい感じ。okay. 結構低くなるんですね。やった。あ、でも実際はそんな低くなったんです。低く見えるんですよ。だいぶ印象変わるっすね。なんかリアのウィンドウがこうちっちゃく見えてる。あ、これが全部、あの、ここに、はい、これがフィンの部分ですね。これも全部テックアドっていう、ここが今足付け処理が終わった後なんで、ちょい下なのよ、この角まで来ない。あ、そう、ああ、なるほど。で、これがここと、はい、ここにつくと、あ、そうですよね。そう、はい、なるほど。はい、というわけで今ちょっと、エアロの仮合わせをしてみました。まあ、これからちょっと塗装したりだとか取り付け、あとは最後磨きとか、もう本当にいろんな作業が残ってるんですけど、順を追って紹介していきたいと思います。で、あとはですね、今回、オートサロンに出店する別の、全然別の車両を、なんか作ってるっていう風に聞いたんで、ちょっとそれも向こうにあるみたいなんで見に行っていきたいと思います。ちょっと行きましょう。うわー、すごい。これはエアロー、マンソリーですか？マンソリー、マンソリーですね。すごい。このリップとこのダクトのこの上の部分と、で、あとこれリアもですか？ディフューザー。あ、リアすげえっすね、これ。あ、マフラーもマンソリーなんだ。これが間もなく完成と。はい、で、これはボンドブースじゃなくて、オートサロンの会場のどこかにこの車が、止まってるそうです。はい、なんでぜひ会場で見かけたら
チェックしてみてください。いやこれすごいですね。じゃあオートサロンのその他のブースに出店するような車もボンドボディで手掛けてるってわけですね。そうです。はい、そんなちょっとオートサロンの裏側をお届けしました。はい、というわけで今回は、992テックアートの、パート2をお届けしました。ボンドチャンネル、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。